ございます。本日はですね、何気ない Vlog を今から見てもらおうかなというふうに思います。今から何をするかというと、まずですね、今日僕嫁を送り迎えしてて、嫁が今日は昼に終わる日なので、で今から迎えに行って、でそこから実家に帰ってサーフボードを置いてっていう、まあ、多分ご飯とか食べるんやろうなっていう、特に題名とかはないんですけど、ほんまに Vlog っていう感じで、まあ、ひとまず嫁を今から迎えに行きたいなと思います。はい、それではですね、向かってるわけですが、今日は実は朝送ってから、ジム行ってランニングして、でサウナ入って、でそっからちょっと編集してきたという感じになってますが、送り迎えのいるお嬢様なので大変ですね。今も電話来て、まだって連絡来たんで、今向かってんでって言ったら、じゃあ待ってるねって言って、セブンイレブンで待ってるっていう、のんきなのかな、明るいのかなんかよく分かりませんが、まあ、とりあえず迎えに行って、で一緒に、奈良に帰ります。で奈良に帰って、このサーフボードを置きに帰って、まあ、そんな感じで思ってます。はい、それではですね、無事お姫さんを迎えに来ました。合流です。お疲れさん。ありがとう。いつもどうやった？気づいたら、うん、仕事してるな。仕事してるっしょ。そっか、先輩方が優秀やから終わらせてくれてるな。そうだったよ。よかったかな。100点の回答や。では今からですね、奈良のラーメンに向かいたいなと思います。そのラーメン屋が僕が奈良でトップ3に好きなラーメン屋で、嫁蔵も好きなんで行きたいなと思います。奈良県天理市、天理教とか天理高校が有名な天理市にある力王っていう、元お相撲さんがやってるとこの、ラーメンです。では行きます。入ってきました。とても美味しかったです。天理、奈良県へお越しの際は天理市力王へ来てください。まあ来てもらっても僕に1円も入りませんから、はい、美味しいのでぜひ来てください。それではですね、あれからしばらくちょっと移動してきて、セブンイレで今からコーヒー買って実家に帰ってサーフボードを着ます。ではまずさっきコーヒー着きます。はい、それではですね、実家帰っていて無事サーフボードも置いてきました。で今嫁蔵がカメラ撮ってもらってるんですが、何しようと思ってて、あ、そうや、結婚の DVD 見ようと思ったら DVD じゃなくて写真もできてんな。うん、お疲れさんやからな、君は。写真の DVD 持ってきちゃった。ほんま結婚式の式場で式前に撮った、カメラマン、プロのカメラマンに撮ってもらったビデオがあるんですけど、それはどうしても嫁蔵がその映像だけは欲しいって言ったから、わざわざそれだけオプションで撮ったんですけど、なんか喜んで封筒を抱えて持ってきたら、それは写真の DVD やったんで、見たことあるやつだから、そんな見たことあるやんって言って、えって言って、もう今からは家に帰ろうかなと思います。夕方4時20分なので、ちょっとこれの、この動画の締めがどの方向に今向かってるか分かりませんが、とりあえず帰りたいなと思います。帰りましょうか。はい、帰ります。はい、それではですね、今が9時前っていうことで、あれからだいたい5時間ぐらい経ったんですが、あの後ほんまはちょっと夜の居酒屋さんにでも行った映像を見てもらってエンディングしようと思ったんですが、寝てしまって、で風呂も入って、またご飯食べるだけで、嫁蔵がご飯作ってくれたんで、もうそれを食べて寝たいなと思います。嫁蔵さん、力作です。何よ。そぼろ丼です。味噌汁。これしその肉、そう、鶏ハムと、でこれ俺好きなやつやな。そう、大好物がそぼろ丼っていうわけではないんですが、たまたま取った時がそぼろ丼っていう感じで、そぼろ丼を作ってくれました。恥ずかしい、なんか毎回そぼろ丼やん。こいつってそぼろ丼やん。
という感じですね。まあ、今日の動画のテーマとしてはほんまに何気ない日常で、夫婦の日常、嫁が仕事に行って、それを主婦の旦那が迎えに行って、で、まあ、ちょっとドライブしてラーメン食べて帰ってきて寝て、でまた晩ご飯食べて寝るという、ほんまにただただ日常なんで、まあ、久々の Vlog っていうところを皆さんに見てもらいました。はい、ではですね、まあ、この辺でお別れしたいなと思いますので、嫁蔵さん、最後嫁蔵さん挨拶で、終わりたいなと思います。はい、今日も見てもらってありがとうございました。ペコーに